こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。いやー、阪神の開幕連敗記録が、止まって、よかったよ。うん、本当によかったよね。さすがに、6連敗の後、巨人戦で3連敗するとは、思わなかったよ。開幕前に、矢野監督の動画をアップしたからだと、言われた時には、全然関係ないけれど、ちょっと心が痛かったよ。そうだよね。本当に、全然関係ないし、あの動画、全然、再生されていないんだけれどね。まあ、阪神ファンの気持ちもわからなくはないよ。選抜で、大阪桐蔭が優勝したから、大阪桐蔭の方が強いんじゃないか？って言われちゃったしね。それは、ちょっと前まで、オリックスが言われていたんだけれどね。そうだよね。実際、オリックスが弱い頃、大阪桐蔭の強さは異常だったもんね。でも、もっと前、阪急が強かった頃は、阪神は PL 学園より弱いって、言われていたこともあったんだよ。桑田清原がいた頃？うん、桑田清原の KK コンビが、3年生の時は、1985年で、阪神が日本一になった年なんだよ。阪神はその後、急速に弱くなっていって、PL 学園より、って言われ始めちゃったんだよ。そうだったのか。さらに、たけし軍団より弱いって、言われていたこともあったんだよ。たけし軍団って、ビートたけしのたけし軍団？うん、たけし軍団の草野球チームがすごい強くて、実際にファン感謝デーで、阪神と対決したら、たけし軍団が勝っちゃったことがあるんだよ。ええー、ファン感でも、プロなんだから、負けちゃダメでしょ。うん、そうなんだけれどね。でも、阪神の開幕連敗記録って、すごい不吉なんだよ。まあ、連敗記録は何でも不吉だよ。阪神がこれだけ開幕から連敗したのって、1968年、1991年、1995年に、開幕後連敗して以来なんだけれど。うわぁ、暗黒の90年代に、2回記録しているのは、不吉だねー。そうなんだよ。そして、1991年も1995年も、当然のことながら、再開。まあ、借金5からのスタートだもんね。それで、1991年は開幕5連敗の後、5月に8連敗、6月には10連敗、7連敗と、大型連敗が相次いだんだよ。すごいなぁ、その連敗の数字を、足すだけで、30敗しちゃってるじゃん。そうなんだよ。でも、この年のメンバーが悪かったかというとそうではなくて、開幕オーダーを見てみると、1、2番が高橋義彦、和田豊、オマリー、岡田、ウィンのクリーンナップの後に、タオ、ヤギ、木戸と続く打線なんだよ。結構いい打線じゃん。ファミスタなら、勝負になるでしょ。そうなんだよね。でも、それって、今年も一緒で、スタメンの打線を見ると、そんなに悪くないところが共通していると、思わない？ああ、そういえばそうだねー。そして、同じく開幕5連敗した1995年は、7月に5連敗した後に、1つ勝った後、8連敗したところでオールスター休みに、入って、中村監督が休養しちゃって、藤田平が監督代行になったんだよ。途中で、監督が交代するほど負けちゃったのか。しかも、この年は、シーズンオフもめちゃくちゃで、新庄剛志の引退騒動が、勃発するんだよ。新庄剛志の引退騒動？うん、新庄が師と仰ぐ柏原淳一コーチの対談と、藤田平新監督と新庄の、反りが合わなくて、新庄が引退するって、言い始めるんだよ。なんで引退なんてことになっちゃったの？藤田平が2軍監督だった時に、足首を痛めて2軍にいた新庄が怒られて、罰としてグラウンドに正座させられたことがあったんだよ。それから、この2人はダメみたいなんだよね。また、話の内容がプロフェッショナルじゃないところが、阪神っぽいねー。そうなんだけれど、足首を痛めて2軍にいるんだから、正座をさせちゃダメでしょ。それはそうだよねー。さらに、シーズンオフに新庄は治療に、専念しようと思っていたのに、1軍の監督になった藤田平から、黒潮リーグへの参加を命じられて、嫌になっちゃったみたいなんだよ。きちんと、話し合えばいいのにねー。その後、横浜ベイスターズへのトレードを、志願するも、当然のことながら、そんな話を球団が認めるはずはなくて。契約更改の席上、新庄がいきなり引退するって、言い始めるんだよ。いきなり、言ったの？
うん、契約更改交渉の記者会見で野球に対するセンスがないって見切ったと突然の現役引退宣言をしたんだよ。すごい話だね。当時の新庄は23歳で、辞めたら J リーガーになるとも言っていたから、周りも最初はまあまあという感じだったんだけれど、地元福岡の後援会、福岡豪古会からの事前了解を得るなどの手続きを踏んでいたことが明らかになって、新庄は本気だ、ということで大騒動になるんだよ。さすが新庄だね。引退宣言を撤回するよう、川島博盛セリーグ会長も説得。最終的に病気の父親を勇気づけるために現役続行を決断。ユニフォーム姿を見せるのが、親父への一番の薬だと思ったんです。自分の人生同行じゃなく、命には変えられませんからと説明して謝罪。騒動は収束するんだよ。そんなことがあったんだね。でも、新庄は本当に本気だったのかな？うん、この騒動の前年、野茂英雄が近鉄と揉めて、メジャーに行っているんだよ。新庄も揉めて、やんごとなきことになっちゃったら、メジャーに行けばいいくらいに、思っていたかもしれないよね。なるほどね。他にも、オマリーを首にしてまで獲得した外国人選手、グレント・クールボーも藤田平監督と、反りが合わなくて、結局、翌年はグレント・クールボーが、6月で退団。挙句の果てには、藤田平監督が途中休養となってしまうんだよ。暗黒時代とはいえ、当時の阪神は、そこまでひどかったのか。だから、開幕からの連敗は、阪神にとっては、とっても不吉なんだよね。ああ、そうだった。阪神の連敗記録の話だったんだ。でも、今年、2022年の阪神以上に、開幕からの連敗を記録したチームも、過去にはあったんでしょ？うん、あったよ。ということで、この動画では、プロ野球の連勝、連敗について、投げ込んでいくよ。プレイボール。ちょっと、オープニングが長かったね。まあ、2022年シーズンの、阪神、開幕9連敗は緊急事態だから仕方ないよ。そうだね。今回は多めに見るよ。でも、阪神の開幕連敗記録は9で、止まったけれど、NPB の開幕からの、連敗記録って、どのくらい負けた記録があるの？うん、NPB の開幕から最多連敗記録は12連敗で、1955年のトンボユニオンズと1979年の西武ライオンズなんだよ。トンボユニオンズ？うん、トンボ鉛筆のトンボだよね。え、トンボ鉛筆って、球団を持っていたことがあるの？うん、昔、高橋ユニオンズっていうのがあったんだけれど、そこが1年だけ、今でいうところのネーミングライツみたいな感じで、トンボユニオンズに名前を変えたんだよ。へぇ、そんなことあったんだ。今でも、そういうのやればいいのにね。うん、今の NPB だと難しいけれど、新規参入の球団とかがあれば、そういう話も出てくるかもしれないよね。それで、この年のトンボユニオンズは、そこそこ期待されたシーズンだったんだけれど、開幕してみたら、開幕12連敗。あちゃー。結局、その後も調子は上がらなくて、途中で監督が休養。終わってみたら、勝率3割で、首位、南海と57ゲーム差の、最下位に終わるんだよ。首位と57ゲーム差ってすごいな。でも、この年は、元巨人のスタルヒンが所属していて、史上初の300勝を、記録したという出来事もあったんだよ。スタルヒンは、最後、パリーグにいたんだね。うん、そうだね。そもそも、トンボユニオンズはあんまり人気がなくて、この1955年は141試合で、16万3000人の観客動員。1試合平均にならすと、1000人くらいだからね。30人もお客さんがいない試合もあったというくらいなんだよ。30人って言ったら、混んでるカフェでもそれくらいいるからね。それと、もう一つ、開幕12連敗した1979年の、西武ライオンズ。昔の西武って、強かったんじゃないの？うん、西武ライオンズが誕生したのは、このシーズンからなんだよ。開幕12連敗したのは、チーム創設1年目だったんだよね。ああ、そんな初期の話なのか。うん、この年の開幕に合わせて、西武ライオンズ球場が、完成。新球場でのシーズンを、迎えるということで、気合の入っていたチームは、フロリダ州でキャンプを観光。ところが、メジャーのチームに施設を使われて、まともに練習も試合もできず、帰国途中にハワイでサンディエゴパドレスと、C
試合をしただけで、開幕4日前に帰国。え、オープン戦は？うん、このハワイでパドレスと試合を、しただけで、国内でオープン戦をしないまま、シーズンに突入。そして、2つの引き分けを挟んで、開幕12連敗となるんだ。オープン戦なしって、そんなチームあったんだねー。まあ、この年の西武は前期最下位、後期5位となるんだけれど、この年の観客動員は136万5千人。観客動員100万人以上を記録したのはパリーグでは、1962年の東映フライヤーズに次いで、2球団目だったんだよ。すごいじゃん。まあ、新球団ということで、話題性もあったんだろうね。うん、それもそうなんだけれど、新球団ということで、新しい選手の獲得にも、積極的で、田口浩一、野村克也、山崎博之、森重和、松沼兄弟なんかが入団したということもあったと思うんだよね。ああ、田口が来たのか。それは大きいねー。そして、西武は3年で上昇チームへとなっていくんだよ。なるほどねー。西武でも、最初は大変だったんだねー。逆に開幕連勝記録は11連勝で、1954年の、西鉄と1999年の中日が記録しているんだよ。開幕から11連勝もしたら、シーズンも楽だよねー。それが、そうでもなくて、1954年の西鉄は三原監督4年目のチームだったんだけれど、8月に前年まで3連覇の南海に18連勝で、猛追されるんだよ。夏場に18連勝は、すごいなー。それでも、なんとか振り切って、2位南海と 0.5 ゲーム差ながら、西鉄初優勝となるんだよ。2位南海が91勝で、西鉄は90勝だったんだけれど、西鉄は引き分けが多かったんだよね。90勝で優勝できないって、すごいハイレベルだねー。そうだよね。同じく、開幕11連勝だった1999年の、中日も、順調にシーズンを進めていって、1988年以来の、優勝で、星野監督が胴上げされたんだよ。ああ、この時の中日は星野監督だったのか。うん、中日は1997年から名古屋ドームに移って、星野監督がドーム野球に合うようにチームを改造。優勝した1999年のチームは、野口茂樹、川上健進、武田和弘、山本正美、サムソン・リー、ソンドン・ヨルと充実したピッチャー陣で、完全に投高打低のチームだったんだよね。そのピッチャーのメンツは、すごいねー。開幕からじゃなければ、シーズン中の連勝記録ってどれくらいなの？うん、NPB の連勝記録は、さっき出てきた1954年の、南海ホークスと1960年の、大前オリオンズの18連勝だよね。大前は優勝したけれど、さっきも言った通り、南海は優勝できなかったんだよ。18連勝して、優勝できないって、なかなか辛いね。うん、優勝できた大前も、この年は就任1年目の、西本幸男監督だったんだけれど。お、悲運の名将、西本監督だねー。うん、その西本監督が日本シリーズでの、スクイズをめぐって、大前のオーナーと大喧嘩。結局、西本監督は1年限りで、チームを去ることになるんだ。監督とオーナーと大喧嘩って、すごいね。でも、そんなに昔の話じゃなくて、最近のチームで、大型連勝って言うと、どんなのがあったの？うん、最近だと、2016年に日ハムが、15連勝しているよね。2016年の日ハムって言ったら、大谷翔平がいた頃？うん、そうだね。この年の日ハムは、首位ソフトバンクとは最大 11.5 ゲーム差を、つけられていたんだけれど、15連勝で盛り返して、逆転優勝しているんだよ。9月28日の大西武戦で、レアードのソロホームランで取った虎の子の、1点を大谷翔平が、守り切って、完封勝利。この試合で優勝を決めるんだ。すごい試合を、やっているねー。ソフトバンクとの CS でも、第5戦の9回に DH を、解除した大谷翔平が、登板。165キロを記録して、日ハムが勝利。広島との日本シリーズにも、勝って、日ハムが10年ぶりの日本一となったんだよ。この年は、日ハムが日本一だったのか。うん、大谷翔平はこの年、MVP を獲得。さらに、ピッチャーと DH の両部門で、ベストナインとなったんだよ。え、ベストナインって、同時受賞 OK なの？うん、さすがにそれが OK かどうかなんて、誰も考えていなかったと
思うんだけれど、この時の大谷翔平は同時受賞しちゃったんだよね。まあ、さすがに、誰も、文句言わないしね。それで、連勝とは逆に、NPB の連敗記録って、どのくらいなの？うん、連敗記録も連勝記録と、同じで18なんだよ。1998年の、千葉ロッテが記録しているんだよね。連勝記録と連敗記録が、同じ18っていうのも、なんだか不思議な話だね。うん、そうだよね。1998年の、千葉ロッテは近藤昭仁監督の、2年目のシーズンで、4月終了時点で首位と、調子が良かったんだよ。首位だったのに、そこから18連敗しちゃったの？うん、6月13日のオリックス戦で、負けてから7月9日の、オリックス戦に勝つまで、12連敗の後引き分けを、挟んで6連敗。それで18連敗しちゃったんだよね。うわぁ、ほぼ、1ヶ月勝てなかったということか。そうなんだよ。中継ぎピッチャーが手薄で、ストッパーの成本俊秀、川本康幸が離脱していたのが、痛かったんだよね。それで、ジョニー・クロキをリリーフに回すものの、それもうまくいかず、14連敗で迎えた7月4日の、大栄戦の前には千葉神社の、宮司さんのお祓いが行われたんだけれど、勝てなかったんだよ。まあ、こうなったら、神頼みしかないよねー。そして、翌日も勝てず、当時のプロ野球タイ記録に、並ぶ16連敗。それでも試合後には200人の、ファンが選手で入り口に集まって、1時間チームのために声援を、送り、それを聞いた近藤監督は一人涙したと、言われているんだよ。ファンも辛いねー。そして、新記録の17連敗がかかった次の、試合は、グリーンスタジアム神戸での、オリックス戦。パリーグの5位と6位の対戦だったんだけれど、フジテレビ系列で生中継。オリックスも5位っていうのが、寂しいところだけれど、すごい注目を集めているじゃん。この試合はジョニー・クロキが、先発に復帰して、力投するんだけれど、試合中に脱水症状になってしまうんだ。それでも、ジョニー・クロキは症状を、明かさないまま投げ続けたんだよ。ああ、今でも夏のホットモットは、暑い時、本当に地獄のような暑さだからねー。それでも、2点リードで9回裏2アウトまで、こぎつけるんだけれど、ここからレフトポール際に同点ツーランを、打たれて追いつかれてしまうんだ。ジョニー・クロキはマウンドに膝から崩れ落ち、ナインが集まっても立ち上がることはできなかったんだよ。現実とは残酷なものだねー。結局、延長12回裏、サヨナラ満塁ホームランで、オリックス勝利。千葉ロッテは、プロ野球記録を更新する17連敗となるんだ。この試合は、7月7日の試合だったこともあって、七夕の悲劇とも言われているんだよ。最後はサヨナラ満塁ホームランって、壮絶な散り方だね。結局、次の試合も負けて、18連敗。その次の試合にようやく勝って、連敗がストップしたんだ。18連敗は大変なことだったんだねー。うん、そうだよね。でも、メジャーを見てみると、1899年スパイダースの24連敗、1961年フィリーズの23連敗っていうのもあるからね。オリオールズが1988年に開幕から21連敗したっていうのもあったね。オリオールズは2021年にも19連敗しているんだよ。メジャーはスケールが大きいねー。でも、そう考えたら、阪神の開幕9連敗なんて大したことがないような気がしてきたよ。明るい希望が見えてきたね。うん、そうだね。でも、2021年のベイスターズは、9試合目の初勝利から数日後に、10連敗なんていう話もあるから、気を抜かずに頑張ろうね。最後まで、ご視聴、ありがとうございました。